NHK の主導なちこアナウンサー、43、が24日、メインキャスターを務める、NHK ニュースおはよう日本、平日前後、0、の公式ツイッターを更新。大型連休へ向け、ふるさと、四国のおすすめスポットを紹介した。愛媛県立とべ動物園について、人工保育で育てられ、白熊のピース、誕生日には全国からリンゴや花が届く人気者です、と紹介、風を感じながら、のどかな景色を楽しむことができます、と JR 予土線のトロッコ列車をおすすめしていた。須藤アナは愛媛県出身で2003年に NHK に入局。松山局、東京アナウンス室、松山局を経て22年4月から2度目の東京アナウンス室勤務となり、おはよう日本を担当している。